注射針医療におけるリキャップとは注射器から一度外したキャップを使用後の針先に再び装着することである。医療従事者がリキャップをする際に誤って自分に使用済みの注射針を刺して感染症に感染する、いわゆる針刺し事故が起きやすいことからリキャップ時の針刺し事故を低減するための取り組みが行われている。医療従事者の労災、針刺し事故による 肝炎等感染の原因となる使用済み注射バリエイズ治療拠点病院を対象とした1996年から1998年の調査によると、ハリサシ事故は計1万1798件発生しており、その発生状況はリキャップ時が26%と最も多く、中でも採血後のリキャップが最多であった。針刺し事故によって患者に使用した後の注射バリが 刺さると患者が感染症に感染している場合、血液感染が起こる可能性がある。日本においても、ハリサシ事故による B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスへの感染や、人免疫不全ウイルスに感染指向転生、免疫不全症候群を発症した例が報告されている。ハリサシ事故による感染率は HBV で最も高く6から30%。 HCV で1.8%、HIV で0.3%と報告されている。HBEV は特にハブ抗原陽性の場合に22から31%と感染率が高く、ハブ抗原陰性の場合の感染率は1から6%と報告されている。使用済み注射針は蓋をせず直接専用のゴミ箱へリキャップ時の針刺し事故を低減するために、 以下の対策が推奨されている。ありがとうございます。